まったく次から次へと。ここが天守閣だと知らなかったら、どこぞの市場か何かと勘違いしていたところよ。少しはお利口さんになったのかしら。あ、九条サラが淑女に。稲妻の民が犯した過ちは私が裁きます。あなたの出る幕ではありません、淑女。それは申し訳ございませんでしたわね、将軍様。はいはい、私のことが忘れられないのは分かってるから、そんなに私の名前を口に出さないでちょうだい。私を恨んでることも当然知ってるわ、しつこい旅人ね。ここであんたと会うのも全く不思議なことだとは思ってないわよ。そんなに急いで将軍様の前で私の罪を暴きたいの？私はただスネージュナヤから外交の施設として来ただけよ。あんたが何を言ってるのか全く見当もつかないわ。オイラたちのこと眼中にないみたいだぞ。私が興味のない人や物事の話はやめてちょうだい。名前すらも他人に覚えてもらえないような小物たちがこの永遠に至るための革命で踏み台となれるなんて、彼らの短い人生からしたらそれはそれは大きな誉れだったのではなくて。将軍様、私の言ったこと間違ってるかしら。昔のことを掘り返すの、あんたって執念深いのね。スネージナや女皇の理想はこの世で最も高貴で純粋なもの。それに比べればあんたの言ったものは取るに足らない必要な犠牲に過ぎないわ。決着。私もあんたの顔は見飽きてきたところよ。でもあんたがそんな無謀な人だとは思わなかったわ。そんな偉そうなことを言う前に、分かってるのかしら、あんたはまだ稲妻にとって最も重要なお尋ね者だってことを。自分の置かれてる状況をよく考えることね。天守閣に押し入り御前で大口を叩くなんて、自首以外の何だというの。あんたと私の間にある差を分かってほしいわ、地位も実力もね。わかりました。まさかそんな手があったなんてね。あんたもこの国のルールを利用できるようになったってところかしら。かろうじて自分を私と対等の位置まで引き上げるとは。認めるわ、これは私にとっても予想外の手。でも敗者は死ぬのよ、わかってるのかしら、旅人。じゃあここは甘んじてあんたと一曲踊ってあげるわ。あんたと私どちらかの命が尽きるまで。お望み通り執行官の権能と優雅さを見せてあげるわ。風邪ひくなよ。熱々でしょ。こいつはどうだ。グオパヒッこれみんなを守るからね。いや降臨女皇の王には邪魔させない。こいつはどうだ。見にくいわね。夫人これ。うわっ
この私に。執行官の権能も邪魔になってきたわね。私は私の持つ運命を再び健在させる。眉から出るまで震えて待つといいわ。炎は今も燃え続ける。嫌だ。蒼白の炎で剣鞘を溶かした今、私の苦痛を見届けるがいいわ。罪と罰の烈焔の中で、あんたの魂を燃やし尽くしてあげる。消えるんだ。ニュー、懐かしい痛みが燃えてるわ。あんたにもわかる。出よ。これ。こいつはどうだ。ふっ、熱々でしょ。はっ、で、元気出してよ。おとなしくしやがれ。ふじん、げぇ、グオパー、火を吹け。はあ、出よ。はあ、こいつはどうだ。熱々でしょ。これ。へい。すまんすまん、こいつはどうだ。風と共に去れ。はっ、これ料理の時間だよ。はっ、ミュージックスタート。はっ、全てが燃え尽きるまで。へっ、はあ、じゃあ出よ。こいつはどうだ。熱々でしょ。豪華の抱擁。痛くてもやめない。みんなを守るからね。ていや、ね、これ封じ
おとなしくしやがる。はっ、消えるんだ。はっ、準備できたかな。痛くてもやめないわよ。ミュージック、話が通じないなら叩く。これやっ、封刃。あんたの力、でも、なんで、うん、私はスネージナヤの施設なのよ。私に手を出すのがどういうことか。私に刀を振るなら、あんたの国を、あんたが大事にしてる稲妻を、私たちバディが、止まれと言ってるの。これは命令よ。あんた、それにあんたたち、私がこんなとこで。あなたは永遠の敵ですが、勝者の栄誉は認めましょう。生きてこの天守閣から去ることを許します。